おはようございます。シワススタイクスということでやっていきたいと思います。こちらね、秘密結社フェノム総帥ハッチでございます。こちら中山のダート1008のハンデ戦のね、ディステッド競争、まあオープンのレースですね。まあこちらがね、まあ非常に難解かなというところではあるんです。まあネット競馬のね、想定人気順と、まあ実際の人気も若干割れて、違ってきてますが、まあこういった形でね、ハンデ戦なんで、まあいつも通りボックスで買っちゃいましょう。まずはね、1頭目がリュードバン。前売り4番人気ですね。去年3歳でこのレース5着した馬、まあ対古馬で最初に通用したのはこのレースと言っても過言ではないでしょう。まあ、つまりね、2ターンのコースもこなす馬ということが言えると思います。まあ、海外帰り初戦の、ね、前走も順調に3着に来てますし、まあ、ここも適性がないわけではないということで入れておきたいと思います。まあ、金量的にもね、そんなに、まあ、海外行ったり海外の遠征考えたりする馬って言っても、まあやっぱオープンとかね、世代限定の実績しかないってことでの56、まあ、ちょっと軽めのハンデと言えるとは思います、この馬の実力からしたらね。まあ、そして3番エブリワンブラック、前売り9番人気なんですが、昇級5戦目、まあ、前走からねハンデ戦矛先に変えてきてね、してきて54キロでの出走となります。まあ、今回もね、引き続きということで前回に続いて金量的に比較的恵まれたと言えると思います。狙ってみたいと思います。まあ、そして4番名勝村久保、前売り1番人気、まあ、対古馬のね初戦前走は届かなかったんですが、レパードステークス圧勝と、まあ、現時点の実績では本来だったらね、チャンピオンズカップに挑んでもおかしくはない3歳の、ね、世代トップと言ってもいいでしょう。まあ、ですのでね、こちらの方も当然のように、まあ、逆に言えば、まあ3歳でね、対古馬いきなり、まあ、世代トップとはいえ、ダートのねトップクラスと通用するのは大変なこと、まあ、ましてやね、初ダートだったソダシがどんだけ大変な挑戦をしたかってことはね、この馬がこっちに出てきている、まあ、3歳のボバのダートトップがこっちのね、まあ、隙間のオープン特別なんかに出てきているというあたりで察していただければなというふうにも思うぐらい、まあ逆に言えば、まあこの馬はここで勝たないとね、格好がつかないぞとぐらいね思っております。まあ、そして7番アッシェンプッテル、前売り8番人気ですね。対古馬でもね、オープン2着3着の実績がある馬、まあ、2走前 BCD スタッフの勝ち馬にもね食い下がっての3着なんてのもありましたし、まあ、実績的にはね、牝馬ながらに古馬のボバでも通用する馬ということで狙ってみたいなと思っております。そして9番アメリカンシード、まあ、オープン入りするまでは順調だったんですけどね、ちょっと壁に当たってます。まあ、ただ昇級4戦目、まあ、2回ほどね大敗をしてという中で、まあ、なんとかねここで、まあ、微出血等もあってね、なかなか苦しくはなってるんですが、素質は上位と見て、まあ、オープン入りまでのね時計面で言えば1番手の評価ができる馬なんで、まあ、もう1回ね信頼をしてみてもいいのかなというふうに思っております。そんなわけでね、この後の日曜日の重賞2つに関してはメインチャンネルふえがむ TV で、まあ、その他ね、海外の香港の G1 等もね、ちょっと落ち着くかどうかわかんないですけど、明日の朝までにはふえがむスポーツの方で上げていきたいと思いますので、まあ、そちらの方も含めてね、合わせてよろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。